よかった、本当によかった。見てください、どうぞ。カエルぴょこ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 、合わせてぴょこ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 、パペットマペット。どうもこんにちは、パペットマペットです。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。いや、やっとねこの暑い時期を乗り越えたっていう感じでね、僕らの夏場は命がけですからね。僕たちねいつもこの丸裸でやらせてもらってるじゃないですかね。わいせつ剤ギリギリでやらせてもらってるんですけど、これがねどういうわけかね、まるでジャンパーを着てるかのように暑いんですよね。もう外のステージとかひどいもんね。ひどい、もうえらい目になっちゃうからね、あれね。でね、もうやっぱ暑いから、その何共演者とかからも、あの暑苦しいから手袋取ってもらえますかとか言われたね。意味わかんないんですけどね、どこが手なんだっていう話なんですけど、牛とカエルのコンビですからね。だからもう毎年毎年すごい暑いから、僕ね自分専用のうちわをね作ったの。で今日持ってきてるから見せてあげるよ。おいちょっとうちわ持ってきて。このうちわなんだけど、これどうかな。ごめん、うちわどころの騒ぎじゃないんだけど、今なんかでっかい人出てきたよね。人じゃなくてカエルね、あれね。あれ何あれ、あ弟子取ったんだ。カエル君弟子取ったの。弟子取った。いいカエルだよあれ。いやあれタイツ着た人だよねあれ絶対ね。すげえ気持ちが悪かったんだけど。そんなことよりほら、このうちわどうなの。うちわ、もう正直うちわどうでもいいや。邪魔だからしまってくれるかな。あそうなの、せっかくカエル印なんだけどな。これ気持ち悪かったな。しかしあれすげえ怖いんだけど、あれ。ああ気にしなくて大丈夫だよ。あいつね牛くんのこと好きだって言ってたもん。あそうなの、まあそれはちょっと安心するね。大好物っすって言ってた。食べる気か。すごいよだれビャーって垂らしながら言ってたよ。大好物っすーって言って、うえー食いてーっすーって言ってた。なんでそんなやつ弟子にすんだよ。超怖い。なるべくあの人僕に近づけないでね、頼むよ。それではですね、僕たちのショートコントをいくつか見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。それではパペットマペットのショートコント、ピーターパン。あれここどこだろう。目が覚めたようだね。君は。僕はピーターパンさ。ピーターパン、っていうことはもしかしてここって、あのずっと子供のままでいられるっていうあの伝説の、ようこそレバーランドへ、焼肉屋さん。パペットマペット。続きまして、お尻からチューブが出ていて、その先についている丸い部分をペコッと押したらピョコッと動くカエルのおもちゃ。ペコッ。パペットマペット。続きまして、お礼。本当にどうもありがとうございました。こちらにお礼の品を用意してありますので、 ありがとうございます。2つありますんでどちらかお選びください。まずですね、片っぽが大きいつづらになっております。で、もう片っぽが小さいうずらになっております。とりあえずうずらはいらないんで、じゃあつづらの方をいただきます。かしこまりました。こちら中身はたくさんの小さいうずらになっております。うずらばっかりかよ。パペットマペット。続きまして、視線。どうも視線を感じるんだよな。パペットマペット。続きまして、ドスコイ。パペットマペット続きまして、異種格闘技。牛くん、次の君の対戦相手決まったよ。次は誰ですか。ボクサーですか、それとも空手家ですか。まあ誰が来ても負けませんけどね。コックさんです。コックさん無理。パペットマペット、どうもありがとうございました。